変わるので、はい、いやだからやっぱここはだから一撃でいきましょう、はい、ここはね、はい、一撃どんなんだろう、もうあの僕も自分の台見てないっす今まあでも右打ちって出たら右打ちみたいな感じですよね。そうなんです、これはこのアイコンの色とかはないです。まずあそういうことです、はい、これでとりあえずは準備は完了してもらった。でここでもう一回入れて、まあ、この V コントローラーとか出たらもうこの時点で、はあはあはあ、なになになに、ストックなんかこれはもうドレミさんがおかしくなってる。え、ドレミさんこれはもうごめんなさい、これはもうドレミさんこれはもうこれはもうドレミさんが浮いたで。ここで文字が赤だったりこれですね、赤だったりするとチャンスアップ。これでストック使うんじゃないですかね。赤や全部やん、もう僕レバー引いてないっすもん、僕の時ねえ、やばい、初レバー、初レバーや、はい、引いてくれたー、オッケー、初引いてください、オッケー、いきます、引けー、オッケー、すげーすげーアムロレイみたいなこと言ってた引けーよ、自分でやるったよな誰かにやらせて、おー、すげー、うわー、綺麗、これで大当たりですね。へぇー、で91波継続のラッシュに入ります。おぉ、オッケー、オッケー、おめでとうございます。おぉ、これでも本当に大逆転のチャンスですよ。うわ、やばいやばい、いや、やばいやばい、マジで巻き返しますよ。おぉ、出たー、出たー、出たパー、伝説のパー、はい、伝説のパーですね、はい、もう一回出そう、うん、うわ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 、もう一回出るんちゃう、これ何やろ、アキラ、俺緑やで。あ、緑か。うん。お、興味ないやんけ。うん、緑やな。緑にはあるな。うん。気使われてるやん。さあ、ここ、はじめは高速消火ですね。さっきの、あの、はいはいはい、見覚えのある。僕の。サクサク当たれば。僕の思い出です、これは。思い出。ああ、ここでは当たらずということで。なるほど。ここは本当に赤が出れば大チャンス。へぇー。あった。言っても継続率 91% ですからね、駆け抜けるわけにはいかない。そこで終わるって結構よっぽどですもんね。そう、なかなか切ないですよね。あー、4回なんなん、ずっとおもろいやん、こっちねえ、なんかみんなで数え合って楽しい、楽しい、ね、おー、何急用だからこういうこと、こういうことを振り返ったあれ、なんかビーチバレーボール大会が始まってるよ、こっちでは絶対当たらなさそう。ここで即当たりしたいですね。いやいや、わかんないよ、これ当たる、これはこの間にレバーを引くと色が変わるんですよ。なるほど、赤になればチャンスで、最終的にシャルルっていうキャラクターが出れば、この当たりっていうシンプルな、まあレインボーが出ればっていうシンプルなゲームですね。赤のシャルル、これ初めて、楽しいですね、これ。おっ、おっ、何、勝利位置に発展しましたね。バレーボール大会が急に変わった。バレーボール大会が発展しました。見てなかった。ちょっとあのドレミさんが僕の台を一個も見てない今、ほんまちゃんと見てなかった。ごめんなさい、失格です、本当に。あれ、すいません、すごい、え、来た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 、これはリーチ発展です。あ、ただのリーチ発展ですね。
大声やめてください。やばいやばい、これあのちょっとぐらいテンション上がらせてください。いやごめんなさいね、そうですよそうですよ。あ、緑が緑、緑になりましたけど、来て来い、赤来い、赤来い、OK、赤い、色変わる。これはタイトルが変われば、タイトル変わる。これはちょっと寒いな。ちょっと弱いですね。そう、寒いってやめてくれる。で、熊本さんの演出も、ちょっとホールでやるの若干恥ずかしいですよ。ちょっとドレミさん、ドレミさん、はい、保留変わりましたけど。あ、若保留に変わりましたね。これはチャンスなんですが、いやでもどうなんですかね。赤保留1個じゃーっていう感じなんですね。あー、なるほど。ちょっとレバーで、ね、クモッツァ。このゲーム、このゲーム何、ね、何これね、このゲーム初めてやる演出、すごい、これ楽しいですね。ちょっとさ、寂しい。それずっとできるんですか。これずっとできますね。あの、1回とか書いてあるんですけど。へーこれが、これが最後です。これが最後か。これ、お願いします。最後はずっと引いて青のままだったら、ほうほう、青がいい、青の方がいいんですか。次は青がいいんですね。最後だけはですね。なるほど、最後は緑とかに倒れない方が。お願いします、青に来い。おい、青、青のまま、あれ、お、青のままや、青よ、青のままや、青よ、あ、緑来ちゃったよ。これでも引きます。これか、それでも私は引きます。やろう。これは何、どういう演出なの。我に従えって言えばいいんですけど、我に従えって、これ最後のバトルみたいなのはないんですよ、このモードの場合は。ないんですね。ただこれが動けば復活っていう可能性もあるんですけど。最後はここ転廃すれば大当たり濃厚って感じで転廃。この1個目が転廃したら、はい、1個目です。あちょっともったいなかったですね。だからさっきの我に従えはシンプルなんですけど、本当に駆け抜けた時に何やってんだろうってなるような。ああ確かに、ね、これはあの何が起きてるか分かんないってなっちゃうと。なるほど、面白いんですけどね、当たると。あなんか起きるじゃん。あーこれでもこれは何何何何何何背景が、はい、ルルスと C2 の、あでもこれ、え背景めちゃくちゃ暑い、めちゃくちゃ暑い。待ってくださいよ、これ。あれ、番組の演出変わりそう。これ暑いんちゃう。あ、出た。出ますよ。あ、でもあんまり、あれから何がある。色、おお、出た。ちょっと待って、これはちょっと何あるんちゃん。伝説のパー、もうこれは、はい、伝説のパー、伝説のパー出ましたね。出ました。オッケー、もちろん台は震えております。さすがや。ちょっとすごいな、さっき当たったとこやのに。しかもこれ熱い方の。ちょっと待ってよ、ちょっとこれ赤も、これはこれ、このままこれはもう、もうもうまだいけないですけど、もうかなり熱い。まだいけない、まだ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 分からない。いや大チャンス、大チャンス。ここが参戦すればさらに熱い。うん、いやでも全然あります。いけ、保留変えてくれますね。これはね、変わった、紫ね、紫おおおおお、何これ熱いパターンですね。このはい、お願いします。入った入ったマジ、もっとやもっとやんか。ちょっと待って、ちょっとちょっとやばいぞ。オッケー、これはやばい。まあでも1ライトミドルなので、こういう風にパンパンって当たることもやっぱり。あずきさんの方にもチャンスが。これは何ですか。ライジングチャンスの煽りですね。あずきまだやってたんか。やってるわ。やってんねん、ずっと。見ないうちに大きくなって。見ないうちに大きくなって。なんか会った時より大きくなった、おかんの妹みたいなことになってね。さあここで右打ってください。さっきみたいに V コンストックしたら
はい、すごいですけど。なるほど。はい、ここで溜まりました。その後ですね。はい。あー。うおー。ここでもう一回やって、またボイコンが出たらすごい。お願いします。はい。はい、はい、はい。でも、基本的には出ないんですよ。基本的には出ない。オッケー。当たってても出ないことが多いので、いや今日はでも来るよ。来る？今日は来ますよ。来る？今日は来る？来るさん見てば来るって今日だったことで変な感じです。来る？来る？来る？これでも全然、これは奇数天杯の方が熱いです。奇数、奇数の方が熱い。ああなるほど。奇数の方が熱いと言われた瞬間にやっぱグッズが来る。そういうものですね。あ、これ右位置止めてください。ここの次が赤文字だったらチャンスです。我にっていうのがある。レバー、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 レバー。そうで、レバーだったら最高。レバー、レバー。もう一回レバーやってくれ。あーれ。おだ。いちゃっ。でもこんなんでもいきなりうえって当たることもあるので、ちょっとドキドキなんですよね。あと4回ありますから、これが。あと1回です。あと1回。あと1回。あと1回。お。でもね、大体ね、そう最後の最後で決めるのが、そうです、最後に決まること多いので、はい、あでも我には白地、白地、白地、白地ですよ。白いな、はい、白くても赤が飛び込んでくることもある。可能性はある。ボタンが最後の、お願いします。ああ、そんな気してた。確かにね。嘘。熱い演出が何もなかったもん。絶対。今なんですけれども、はい、タイムキーパーのチームが、はい、プラス2500玉、約ですね。はいはい、そして、紅生姜チームが、はい、マイナス2500玉。大体、5000玉ぐらい差があるんで、ここで行きたいと思います。はい、えタックチャンス。おお、何？なんだなんだ。ごめんなさい、今日一の声を出してしまいました。ありがとうございます。何ですか？今から両チームにダッシュが確定した台を、申請いたします。おお、そんないいことないですよね。なんていいことない。普段はないですよね。普段はないです。ダッシュから始めれることなんてないですけど、そんなのあったらたまらない。あのダッシュを消化するためにはでも、はい、ミッションを消化してもらわなきゃいけないんですよ。ミッションですか。そしてこちらのボックスにさまざまなミッションがあるんですけれども、はいはい、私が引きたいと思います。わあ、ミッション。ミッションが何かに怖いですね。確かに。これ、え？じゃん。はい。足つぼ縄跳び。うわあ、ちょっと。これ、これはその、はい、今私ら打ってて実況におる、はい、あ、二人がやってくれるっていうことですよね。これはもうあの、ね、そうだね、相談で、要相談ですよ。要相談なんですけども、要相談した結果、うちは熊本さんがやります。ほんまにしてた。で、飛べてる間、相談、はい、今ラッシュが継続するっていう感じなんですけれども、いや、そうなったらやっぱり飛べる方を優先した方がいいと思うんですよね。そう、ぐうたらして大きくなった2人やんか。ねえ、せこいわ、そんな。いやいや、それで、やりたくないまで言う。そうですよ。それはもう人間否定してるから。いや、そうね。人間否定。足つぼは、じゃあ私が行きますね。はい、じゃあ、つぼがともさん。え、どうする、あきら。じゃあ、俺が飛ぼうか。よっしゃ、うん。飛んでくれ。じゃあ、松井さんが。お前まだ当たり見てないもんな。俺に当たり見してくれ。そうですね。行きましょう。タックチャンススタート。しゃあ、行きます。はい、行くぞ。行きます。せーの、はい、行け。はい、いっ、あー、いや、まだまだ諦めるまで入れて。まだまだ、よっしゃ、行け、行け、やばい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 、行け、行け、行け、やばい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 、終わる終わる、足取れ、足取れ、最後の一撃やるから、アキラ、最後の一撃、足取れ、え、もうやー、ちょっと頑張れ、待って、最後の一撃、足取れる、飛ぶ、俺飛ぶから、やばい、やばい、アキラ、アキラ、やばい、
ど。アキラまだ分からんで。飛び続けてください。分からんで。飛び続けて。松井さん飛んでないんですよ。アキラ、まだ分からん。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 飛んでくれ。飛び続けろ。ちょっと待って。足取れんねん。ちょっと待って。終了。終了です。ちょっと待ってください。終了って言ってます。あの、どっちもポンコツですね。アキラ。アキラさんの、あの、海の方はまあ、しゃあないとだし、アキラ、当たらへんかった、一回も。何よりも、93% 駆け抜けた。7%を引きました。なんでやねん。俺もう、足ないぞ。ボールちょっと変わってもらいましょうか。はい、最悪や。はい、獲得は0でーす。0?この大工の源さんのラッシュから始まるなんてないのに終わりやんもう何してんねん何してんねん2人ともだから何もしてないということです何もしてないことないですよ僕は松井も飛んでないし、あの字も打ってない飛んだよ最悪や紅生姜さん大チャンスですよこれ大チャンスですねこれオッケーオッケーオッケーうっせやろ差が5000玉ぐらいあるので飛び続ければラッシュ基本はラッシュが続くんですよあとほんまにこれもちょっともうお笑いとかじゃなくほんまガチで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 すよ大丈夫でもクマプロさんやから飛ぶのうんそうやな飛ばれへんクマプロさんは絶対無理やそれでは紅生姜のお二人変わっていただきましょうかそれではタッグチャンススタートでーすいきますさあ正しい一回で終われ一回で終われ正しい合ってる合ってる合ってますよ合ってますよ皆さんはい始まったあー出た頑張れ頑張れスタートなになになにもうずっと右でいいですよ皆さんはオーケー熊本さんどう熊本さん飛んで熊本さん飛んでる熊本さん熊本さん飛んでるかな熊プロさんこれ飛んでるかな飛んでます飛んでますゆっくりゆっくり飛んでますあれちょっと足あれ飛んでます飛んでます熊プロさん飛んでるんこれこれは5000発以上出せばおおやばいやばいやんこれやばいやこれいっぱい球が出ますはいはいはい10ラウンドなんでずっと右で OK です稲田さんはあの音に動揺されずずっと右打っててください無心ではい無心で打ってくださいあれ熊プロさん飛んでないよ飛んでないよ飛んでないよ見てない見てない何してんの飛んでます飛んでます熊プロさん熊プロさんこの時間で5回ぐらいしか飛んでないで熊本さんギブアップですかギブアップですか熊本さんもうちょっと頑張ってマジでマジで熊プロさんがやばい熊プロさんあれギブアップ飛んでます熊飛んでない飛んでないいや飛んでないあれ飛んでないし頑張ってギブアップでギブアップしたすごいギブアップはい終了稲田さんは続いてるんですけどいいですかどうなの熊本さんギブアップということでここで終了ですね。はい。あの熊プロさんの声が一つも聞こえてないです。痛いとも何も言わなかったんですけど、1200玉ぐらいで終了ということで。そういうことね。はい。ただいまの結果で、はい、紅生姜さんがプラス1200ポイント取ったので、はい、差がなんと1300ぐらいになったんです。やばい。なるほど。やばいぞ。なのでもう、はい、時間的にも。当ててラッシュに入れたら大逆転入れたもん勝ちなるほど勝ちかなというようなこれまだここから続くはいあのゲームみたいなことが最後ではないんですねこれ明日も終わって家帰りたなってあずつさんは実際当たりまだ引いてないですからね引いてないですよ何にもしてないですもんねパチンコ好きだとしたら悔しいですね私気持ちわかるんですけどめちゃくちゃ悔しいまあそうですねめちゃくちゃ臭いのにっていう、はい、パチンコ好きとしてもそうですしやっぱ芸人としても引きがみたいなところがちょっと当たってますからそういう時に引けるかどうかみたいなところで、まあ、確かにそれも大切ですよねはいそれは本当に引きもめっちゃ先輩なの忘れんといてくださいあなただって6つぐらい上なの上から傷つくから先輩がこそこう今ね私は戦ってますけどあの安土くんはねすごいもう良くないご飯食べに、ねね、行ったりとかしてた中でねそうなんですね本当に安土はねあの家でね焼肉パーティーとかね昔した時とかに、はいはい、めっちゃ仲いいそうなんですあのやっぱ美味しいってねもちろん言ってくれるんですけどね、はいはい、もうあの1枚目の肉もね10枚目の肉も同じテンションでね美味しいって言ってくれるんですかわいいすごいいいですねいいことや違うんですやっぱクマプロさんのねやっぱ手料理作ってくれるんですけどもう抜群にうまいんですよ、こんないつも褒め合いで思んないねいけませよいいですねいいですね2人で高め合って確かにねライバルなのに残り時間わずかになりましたやばい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 ほんまにやばい当てたもん勝ちです
これちなみにさっきのあのミッションあったじゃないですか、はいはい、他にどんなあったんですか、はい、あ、そう、いろいろ用意されてるみたいなので、ちょっとこう本気で嫌いな先輩を名指しで発表。やばっ、危なっ、危なっ、言われすぎでしょ、おらんねんからな、はい、びっくりした、言われへんようじゃない、おらへんねんからな、先月の月収発表、うわ、結構やな、紅生姜さんの聞きたいですけどね、僕らは、そうですよね、僕らは言わんもん、コンビでも違うかもし、私は確かに別々の仕事とかそれ一番気まずいですよね、それもあるので、私らは知ってますけど、なんかちょっと気まずい時はあります、半分ぐらいちゃんとやって気まずかったな、熊本さん、いや、気まずいっすよ、なんかやたら服買ってんなみたいな今月多いんやろなみたいな、でもまたタッグチャンスありますので、あのトーナメント上がった2人は、はいはい、普段普通にパチンコに来店した時にタッグチャンスすることできるんですか、ないです、ね、できるか、何が来た？あ、シルエット保留ですね。ここに誰これはギアスゾーンに入るかな、どうなのかなっていう。どうなのかな。このシルエットが誰かということですか？はい。はい、ギアスゾーン行きました。入った。入った。はい、入った。頼むよ。これよ。ここはルルーシュが来てほしいところ。これで、これにかかってるよ。お願いします。頼む、頼むで。これ熱そう、なんか。これはもうチャンスですね。大チャンス。でも、ラストチャンスです、これが。これでラストチャンスは。うわ、俺らは当たったらあかんのか、だからこれ、いや、この間に当てたろ、あー、これは、あの、時間止めてくれる、あー、でもさっきこれで、デバブル来ましたよね、そうですね、いや、そうなんです、さんこれで来たんです、相性はいいかも、ロロとマイクとの相性ずっと悪い確かに来た時からずっとマイクとの相性悪い、あの本来首の、あの、首元に置く部分がもう今頭のてっぺんにあります頭出た出た、ちょっと調子が悪い、待ってよみんなこの時間、オッケーオッケー、こっからね、頼む、ほんまに空気読んでくれ頼む、空気読んでくれるか、止まってますね、お願いします、これすごい、この多少じれったいな、絶対にオッケー、なんかこれで8点ですね、頼む、おっ、ここからリーチです、震えてくれ、すごいすごいすごい、ここから震えてないけども、震えてはない、これストーリーリーチです、ここはチャンスアップが欲しいところなんですけれども、タイトルテロップ今のところないです、なるほど、テロップ金が出れば、おっと、おお、これは保留が変わりましたね、緑が飛び込みましたね、フルステージって何水着の人たちが出てくる、ごめんなさいごめんなさいでも夕暮れなんでちょっとだけ、そうですね、ちょっと笑っちゃうよ、なんか、ね、まだプールか、なんかまだ水辺におんのかって全然こっちはもう一個上行ってんのに、確かにもう一段階上に行ってますね、うん、もうすぐ収納が開くかもしれん、こっちは収納開かせる、やって見れるか、でもテロップ赤になってますね、テロップ赤なんで、え、もうちょっと待って、ドラミさん半笑いで言ってくれよ、何が起こるか分かんないのがパチンコですから、そうですね、ドラマや、ドラマがありますよ、オッケー、いいよ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 、あ、発展赤ですね、あれ今なんか両方なんかチャンスお願いしますよ、そうや、そう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 、なんかすごい静かな声で言ってる、あじゃあ最後ですね、こちらのアジさん、え、マジか、やばいって、これ、あの、これも終わりですか、終わりこれ残念でした、ラストチャンス、ラストチャンス、超めっちゃ寒いラストチャンスえ、マジでこれラスト、いや、そのままバーンって当たることもありますよね、頼むよ、頑張れよ、そら、そうやって盛り上げてくれ、赤一つもないもん、ここで、あ、いけ、これでいけ、プールステージ、おっと、おっと、え、ちょっと待って、これはあれ、あの、スザックのチャレンジなんですけど、はい、止まれば、まだ分かんないですよ、え、これはもうに入るかもしれない、これ頼む、これマジ頼む、ライジングチャンス、最後にバー見してくれ、マジ頼む、なんかなれ、いや、これはでも、はい、ということで、わけで、ごめんなさい、というわけでお時間となりました、あ、初戦リーグ第1戦終了でーす、ありがとうございました、お疲れ様でした、初戦リーグ第1回戦結果を発表いたします、ありがとうございました、紅生姜さん、はい、
マイナス2780玉。マイナス、はい。そしてタイムキーパーさん、はい、プラス1070玉ということで、よっしゃ、ギリギリタイムキーパーさんの勝利です。どこがギリギリやねん。いや、まあそらそうなるか、初めのがそんなすごかったんや。そうですね、松井さんが。そういうことなんや。だってあれでしかもう逃げ切ってないですもん。あれしか当たりなかったっすもん、確かに。だってあれ3パーですよね、確か。そう、すごい引いて、そこから引いてるんで、そっからずっと続くことができたから、はい、ということで、負けた、はい、お二人、紅しょうがさんにはんです、ね、どうしようかな。え、何ですか。どうしようかな、パチンコの台で、モノボケしてもらいましょうかね。やばい、そんな。それでは、紅しょうがのお二人、パチンコモノボケお願いします。今日はどういった髪型にされますか。そうですね、ちょっと前髪ちょっと前下がりな感じで、はい、でちょっといろいろ前髪ちょっと作ってもらったりとかして、で最終こんな感じで。これでいいんですか。え、女子でこれでいいんですか。これでお願いします。そのまま以上です。いやこれきついわ。これきついっすね。ドレミあ、やばい、終わったら。いや、ゴルゴじゃなくてもよかったんですよ、全然。いや、これでも、はい、ゴルゴちょうどよかった。ありがとうございます。ありがとうございました。見事勝ち上がったタイムキーパーのお二人、ありがとうございます。次回への意気込み、はい、よろしくお願いします。やっぱり前半戦から、はい、もっともっと運動量を上げて、はい、いいセンタリングを上げて。ああ、もうセンタリングって言ったらサッカーよ。最後、うん、パーに出会いたいと思います。もうパー打たないかもしれない。もうパーじゃないかもしれない。じゃあ次チョキに出会いたいと思います。チョキの台、チョキの台もありますから。あ、そうですか。ありますか。チョキの台ありました。あります、あります。本当ですか。はい、はい、初戦リーグ第1回戦、勝者はタイムキーパーのお二人でした。ありがとうございました。次回初戦リーグ第2回戦もお楽しみに。それではさようなら。さようなら。